ミスター・チルドレンミスター・チルドレン・ミスターチルド,レンドームスタジアムツアー2017サンクスギビング25ミスター・チルドレン・ドームスタジアムツアー2017サンクスギビング25は日本のバンドミスター・チルドレンの23作目の映像作品。2018年3月21日にトイズ・ファクトリーより DVD とブルーレイディスクで発売された。 メジャーデビュー25周年を記念して開催し、ミスターチルドレン史上最大規模の70万人を動員した全国ライブツアーミスターチルドレンドームスタジアムツアー2017サンクスギビング25を映像化した作品で2017年9月9日に笑顔健康スタジアムで行われた千秋楽の模様を収録している。この会場で音楽イベントを開催したのは ミスター・チルドレンが唯一であり、またミスター・チルドレンの九州地方での公演が映像作品になったのも初である。また、リリース前後に、シーソーゲーム勇敢な恋の歌、花火、ひまわりが、YouTube のミスター・チルドレン公式チャンネルで順次、公開された。ツアー前半のドーム公演のみで披露された、放棄星、ユースフル・デイズ、君が好き、クロスロード、車の中で隠れて、 キスを使用、抱きしめたい、エニー、こんな風にひどく蒸し暑い日、飛べ、エブリバディゴーズ秩序のない現代にドロップキック、マイナス、マシュマロデーは収録されていない。特典映像として、ベストアルバム、ミスター・チルドレン1992から2002、サンクス・ギビング25、ミスター・チルドレン2003から2015、サンクス・ギビング25の中から36曲と、シングル、 光のアトリエとひまわりを含め合計38曲が収録されたミュージックビデオ集ミスターチルドレンミュージッククリップス1992から2017サンクスギビング25が付属される。2018年4月2日付オリコン週間ランキングで BD がミスターチルドレンスタジアムツアー t 2015未完以来2作ぶりとなる総合1位を獲得。また、 初週売り上げも、同作を3000枚上回る7万枚をマークし、バンドの BD 自己最高セールスを更新した。2020年4月18日、19日の2日間に、わたって、YouTube プレミア公開で、無料配信され、18日終了時には、約15万人が、同時に視聴した。は、ライブ初披露曲、ワキーを半音下げた曲。 プロローグ、オープニングセンターオブユニバースシーソーゲーム勇敢な、恋の歌名もなき歌 MC ギフトサイン、MC 光のアトリエ MC くんがいた夏、イノセントワールド、トゥモローネバーノーズ MC シンプル VTR、思春期の夏、君との恋が、今も牧場に365日花火 MC1999 年、夏、沖縄足音 BE ストロングランニングハイ、 西へ東へポケットカスタネットひまわり手のひら、プリンティング、ダンスダンスダンスファンファーレーソーラーアンコール、オーバーチュアス制 MC 終わりなき旅エンドレルくんが、いた夏抱きしめたいリプレイクロスロード、イノセントワールドトゥモローネバーノーズ、S、デーマーオブ S、シーソーゲーム勇敢な恋の歌から花、メメントモリーエブリシング西へ東へ終わりなき、旅光の刺す方へ、アイルビーイン口笛へノットファウンド優しい、 歌ユースフルデイズくんが、スキーにヒーロー手のひらくるみサインミライ&、アイラビュー法希望ししるし、フェイク旅立ちの歌ギフト花火花の匂いへ空い乗り、涙の軌道足を飛びストロング光のアトリエひまわり。ありがとうございます。